ますね。汚ねえじゃねえかよ、ね、はい、一応水ぐらいあるよってちょっと言ってみますか、ラジオで。ええー、ですから本当ですね、はい、届くと思うし、届かなかったとしてもあなたのストレスはこれで少し解消されますからね。ああ、わかりました。ね、えもうみんなはちゃんと会ってくださいよ、はい、そんなヨウタン45歳、はい、会社員、今日のテーマは旅行で大失敗、何がどうしてどうなった、新婚旅行です。